九条八万城は、岐阜県九条市八幡田町柳町にある城。城跡は、岐阜県指定史跡。復元天守は、九条市指定有形文化財。また俗日本百名城、第百四十一番に選ばれている。戦国時代末期、九条一円は、篠脇城,城を居城とする東市によって支配されていた。その後、東市は、九条八万の町を流れる吉田川の対岸にある。 赤谷山に赤谷山城を構えたが、永禄二年牛首山の上に鳥出を築いた遠藤森一により滅ぼされた。その時、赤谷山城を攻撃した時に鳥出を築いたのが九条八万条の起源である。その後、森一の長男吉高が上司となったが、本能寺の変後、橋場秀吉と対立する織田信高の三家に属していたため追放された。 吉高追放後、天正16年に稲葉定道が上司となり、九条八万条の大改修を行った。その内容は、八幡山の麓に新たに堀を掘り、本丸に天守台を設け、類を高くして、塀を巡らし、向こうと建港を増築し、家屋道に面して大きな井戸を掘り、二の丸を増築して、巨漢とした。この時、現在見られる、 金星上閣としての九条八万条の基礎が築かれた。その後、関ヶ原の戦いの功によって、再び吉高が上主となり、城の改修を行った。吉高小一世紀気垣によると、九条八万条は、慶長六年春から慶長八年秋まで不審を行い、総石垣三平二重のヤ倉松丸桜の丸、東出来とある、五代藩主、常久様で、 遠藤氏が上主となり、以後井上氏2代、金森氏2代、青山氏7代と上主が変遷。廃藩地権まで九条藩の藩長であった。青山幸吉が藩主の際に明治維新を迎え、廃藩地権によって廃城となる。廃城の翌年の明治3年に石垣だけを残し、取り壊された。 現在の天守は大垣城を参考に1933年模擬天守としては全国的にも珍しい木造で作られた。1955年8月30日に石垣などの城跡が岐阜県指定史跡に1987年9月10日に模擬天守が九条市有形文化財に指定され内部は歴史資料館などとして利用されている。山城であり、 市街地を流れる吉田川のほとりにそびえる。城自体は小規模だが、城下から眺める城の風景や、城から見下ろす城下町の佇まいは大変美しい。作家、柴良太郎は、街道を横で、日本で最も美しい山城であり、と称えている。城の入り口までは、徒歩でも自動車でも行くことができ、山徳には、山内和とと、妻、千代の像がある。 日本百名城の選定対象となるものの、検討の結果、選定されなかった。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。なお、現在は、九条八万産業振興校舎が管理しており、現青山家当主、青山孝貴の弟、雪則が校舎職員として、天守格闘の管理に従事している。二の門は、競売にかけられ、 使用されたが、その後、門扉部分が、郡上市南町根村、宝珠庵の栗見堂の正面の戸として移築され、現存する。その他、本丸御殿の部材が、善光寺に、城郭の部材が、あた町の民家に、それぞれ用いられたと伝わるが、いずれも、原形を止めていない。2016年に、白御種院の販売を開始。売り上げは、 城の整備のほか被災した他地域の城に寄付されている。2019年11月より、岐阜市の町づくり団体、人々の会によって企画され、岐阜県内の13カ所において行われている、金の御朱印企画に参加。九条八万城では城を管理する、九条八万産業公社によって、金の城御朱印の名で、毎月最終金曜日に発行されている。 印字内容は通常版と同じであるが、台紙には金色で、歴代上手の家紋と市松模様が木ろ在地の愚上子発祥である印刷技法シルクスクリーンで印刷されている。ありがとうございます。